ピンクレディのケイちゃんこと増田恵子さん、社会的現象を起こしたアイドルデュエットでした。新御三家に一人でアイドルとして絶大な人気を誇った野口五郎さんでした。人気絶頂期に熱愛が報じられた2人でした。人気アイドルゆえに2人は共に歩む人生にはなりませんでした。あれから35年経った現在、明かされた熱愛の真相が報じられています。今回はケイちゃんこと増田恵子さんと野口五郎さんの35年前の熱愛報道を振り返りながら、破局に至った経緯とその思いに迫ってみたいと思います。西城秀樹さん、郷ひろみさんと共に新御三家と呼ばれ、男性アイドルとして絶大な人気を誇った野口五郎さんでした。昭和の時代に一世を風靡した2人が、人気絶頂期の1979年に熱愛報道がスクープされ、婚約しているとの噂が流れました。増田恵子さんと野口五郎さんの熱愛報道から破局までを35年経った現在、振り返ってみたいと思います。熱愛の真実と破局原因はどのようなことだったのでしょう。増田恵子さんは1957年9月2日の生まれで、静岡県の出身です。社会的ブームを巻き起こした女性アイドルデュエット、ピンクレディのケイちゃんこと増田恵子さん。ピンクレディはミーとケイの2人組でした。多くの楽曲を作詞家の阿久悠さんと作曲家の戸倉俊一さんのコンビが手掛けました。1976年に女性アイドルデュオピンクレディのケイちゃんとしてペッパー警部でデビューしました。1970年代、それまで清純さを売りにしてしているアイドルがほとんどだった時代に、ホットパンツにノースリーブ、セクシーなダンスを踊りながら歌うピンクレディは強烈な存在感を放しつつ、テレビに登場しました。1976年、スター誕生でスカウトを受けたビクターよりペッパー警部でデビューを果たしました。可愛らしいミニスカート姿でアップテンポの曲に乗せ、独特の振り付けが子供から若い女性にまで浸透し、カラオケや飲み会では皆で踊り、幅広い層の人気を得ました。ピンクレディはとにかく新曲を出すたびに振り付けと衣装が注目されるというのが、他の歌手と一線を画していました。ピンクレディ旋風は急速に日本全国のお茶の間に浸透していきました。彼女たちが披露した振り付けは、その後のアイドルユニットには欠かせないアイテムとなりました。その後は UFO、 渚のシンドバッド、サウスポーなど数々のヒット曲を生み出し、1970年代後半から1980年代初頭にかけて絶大な人気を集め、伝説的なアイドルデュオとして一世を風靡しました。 UFO はピンクレディの最大のヒット作品となりました。渚のシンドバッド、ゴンテッドに続き3度目のミリオンセラーとなりました。1978年、第29回 NHK 紅白歌合戦への出場を辞退し、日本テレビピンクレディ半と涙の大晦日150分に出演します。このことでピンクレディはマスコミから猛バッシングを受け、人気を落とす結果になりました。当時は紅白歌合戦を辞退することは異例のことだったようです。もちろん本人たちの意向ではなく、事務所の意向だったようです。デビュー4年目に全米進出したピンクレディですが、 K さんは事務所に不信感があったそうです。当時恋をしていた K さんが会社に正直にそのことを話したら、雑誌に出たり相手に付き合うなと圧力がかかったそうです。その相手は芸能界の人だったようです。ミーさんも好きな人がいたようでが、時間がないので電話するだけだったようです。 K さんは寝ないで会いに行ったそうです。1981年、ピンクレディは解散していますが、解散理由は明らかにされていません。野口五郎さんは1956年2月23日生まれで岐阜県出身です。1971年に演歌歌手としてシングル博多未練でデビューし、セカンドシングル青いリンゴから
ポップスに転向したことで男性アイドル歌手として人気を獲得しました。新御三家と呼ばれ、昭和を代表するトップアイドルとして一世を風靡しました。現在も歌謡界で活躍するスター歌手として人気を集めています。増田恵子さんと野口五郎さん、共にアイドル歌手として人気絶頂期だった1979年、2人が熱愛関係にあり、すでに婚約しているとの噂が浮上しました。決定的証拠となる写真はなかったものの、ある週刊誌が増田恵子さんと野口五郎さんの熱愛をスクープしたため、5万部増版するという噂が流れました。マスコミの間でホテルでの密会写真を撮った、すでに婚約済みらしいという噂が飛び交いました。週刊誌やスポーツ誌が増田恵子さんと野口五郎さんの熱愛に関する取材を一斉に開始し、2人が共演する音楽番組ザ・ベスト10のスタジオには100人ほどのマスコミが詰めかけたといいます。確信を持てない記者たちがひそひそと情報交換する状態となっていました。取材目的が半然としないままスタジオ入りする2人にフラッシュがたかれて異様な雰囲気になっていました。番組終了後、混乱を避けるために増田恵子さんと野口五郎さんは裏口から脱出しましたが、報道陣を避けたことで逆に熱愛報道は燃え上がることになりました。熱愛は確定だと断言する人もいたようで、翌日にはスポーツ紙がこぞって2人の熱愛を取り上げました。その後、増田恵子さんと野口五郎さんは熱愛報道についての会見を開いています。新聞や週刊誌による熱愛報道を受け、増田恵子さんと野口五郎さんはそれぞれ交際を否定する釈明会見を開きました。増田恵子さんは電話で仕事の相談に乗ってもらっていただけと野口五郎さんとの関係を否定しました。野口五郎さんも増田恵子さんとの関係について聞かれると、歌手仲間で友人ですと、あくまで仕事仲間の友人であることを主張しました。騒動につて本命を隠すための当て馬説まで飛び出す中、野口五郎さんは取材で好きな人ができたらちゃんと言いますとコメントしています。人気絶頂期のアイドル同士の熱愛疑惑とあった、マスコミは瞬間的に盛り上がったものの決定的証拠がなかったことで、2人の熱愛の真実はそのままうやむやになりました。決定的証拠がなかったことから大々的に報じられることなく収束した増田恵子さんと野口五郎さんの熱愛報道でした。野口五郎さんとのこと、当時のことについて増田恵子さんは日刊現代の本誌連載35年目の真実の中で名前は出さずにこう語っています。相手が同じ仕事をしていることもあって、事務所から驚くほどの圧力がかかってきました。それは初めて週刊誌に掲載からずっと仕事を選ぶか結婚を選ぶか二者択一を迫られても仕事は辞めません、でも彼とも別れませんと断言し続けていました。2010年11月26日、前述したように紅白歌合戦への辞退も事務所の意向だったようですね。そのせいでピンクレディーはバッシングを受けていまい、人気も落ちてしまったのでした。 K さんは好きな人がいると正直に会社に話したら相手の方に付き合わないようにと圧力がかかったようですね。野口五郎さんとの熱愛騒動の時も事務所の圧力があったのでしょうね。ミーさんにも好きな人がいたようで、お互い忙しく時間がない中で会いに行き、そのせいでミーさんと K さんの不仲説も出たようですね。増田恵子さんと野口五郎さんとの熱愛スキャンダルにつては、週刊誌で大々的に報じられる前に収束してしまったこともあり、2人に熱愛の噂があったことすら知らなかったという人も多いのだとか。当時の芸能人はちょっとしたことで熱愛の噂を流されることがありましたので、増田恵子さんと野口五郎さんもそうした根拠のない噂の類だと思われたのかもしれませんね。増田恵子さんと野口五郎さんの破局理由は何だったのでしょう。
当時のエピソードにはどのようなものがあるのでしょう。増田恵子さんと野口五郎さんの破局理由については、増田恵子さんは2010年になって事務所からの圧力があったことを匂わせる証言をしていたようです。当時の2人は事務所にとっては稼ぎ頭でもある大切なタレントでした。熱愛スキャンダルなどがあっては困ると考えられていたのかもしれませんね。2人はすでに婚約していたというような噂も飛び交っていました。ただ2人は実際婚約していたかは謎のままです。野口五郎さんの名前は出ていませんが、相手が同じ仕事をしているのと事務所からの圧力があったということを考えると、増田恵子さんと野口五郎さんとの熱愛報道は本当だったような気がしますね。その後、野口五郎さんに新恋人が発覚したことで2人が破局していたことが判明しました。増田恵子さんは1981年解散し、その後はソロでの活動となりました。そして歌手としてだけではなく女優としても活躍されています。ソロ活動は順風満帆で、現在も歌手女優の両方で活動を続けています。増田恵子さんは2002年に音響会社ギルトジャパンを経営していた桑木友二さんと結婚しました。桑木友二さんは長年テレビや CM、映画などの音響制作をしていた男性で、業界では有名な人物でした。その後、ギルトジャパンは倒産しています。桑木友二さんは現在音楽系の専門学校で講師をされているようです。増田恵子さんと桑木さんの馴れ初めは CM だということのようです。どの CM かは分かっていませんが、増田恵子さんは冷凍スパゲッティ、日清焼きそば UFO です。交際を始めたのは増田恵子さんがソロ活動を始めてからだと言われています。この時点ではマスコミも騒ぎにはならなかったので、2人は自由に交際できたのでしょう。増田恵子さんの結婚式は都内の原宿にある教会で行われたようです。増田恵子さんのウェディングドレス姿も公開されたようです。増田恵子さんは結婚してから喧嘩が多かったようで、お二人は何でも口に出してしまう性格で喧嘩になっていたようです。当時家事を任せていた家政婦さんから譲り合い、認め合い、幸せを築いていくものという言葉を言われ以降は喧嘩がほとんどなくなったそうです。増田恵子さんは野口五郎さんとはアイドル歌手として人気絶頂期であり、事務所からの圧力があり、恋愛を実らせることはできませんでした。しかし現在は幸せな結婚生活のようで良かったですね。増田恵子さんとの熱愛報道から5年後の1984年、野口五郎さんと女優斉藤恵子さんとの熱愛が報じられました。2人はテレビ番組での共演を通じて距離を縮め、ハワイ旅行や自宅でデートを楽しんでいたといいます。斉藤恵子さんは周囲に彼からプロポーズされたと結婚秒読みであることを漏らしていたとも伝えられました。野口五郎さんが斉藤恵子さんに心を傾けているのは事実など、次々と証言が飛び出しました。当初は交際を否定していた2人でしたが、その後雑誌で野口五郎さんは完璧な女性だと思うし可愛い人でもあります、婚約結婚なんて文字が僕の心の片隅にもきっとあると思うと語り、交際は続きました。破局報道が流れた際にも、斉藤恵子さんはいい方向に行ければと求婚を待っていることを告白しています。野口五郎さんは彼女は恋人ですと交際宣言する一方、男としてのエゴかもしれませんが、僕はとにかく仕事をやりたいと仕事を優先する姿勢を貫きました。交際開始から4年後の1987年末に野口五郎さんは結婚を考えていた時期もありましたが、うまく噛み合いませんでしたと破局宣言しています。野口五郎さんは仕事優先を理由に破局宣言していますので、野口五郎さんの方も事務所等の意向があったのでしょうか。お互いの気持ちの変化が理由ではないところに
なんかすっきりしない感じを受けますね。野口五郎さんは斉藤恵子さんとの破局後、久我陽子さんとの交際が上がっています。野口五郎さんと久我陽子さんの交際は1998年に発覚しています。ただ翌年に2人は破局しています。破局の理由として、野口五郎さんは冗談交じりに性格が悪かったと語り、物議を醸しています。野口五郎さんの歴代彼女としては現在の妻である三井由里さんです。一方、野口五郎さんは2001年2月に三井由里さんと結婚しました。北マリアナ諸島ロタ島での挙式が話題となりました。増田恵子さんと野口五郎さんの現在の関係についてどうなのでしょうね。増田恵子さんと野口五郎さんは破局後テレビ出演での共演もなく、熱愛報道から時間も経っていますので特に関係はないようです。今後共演の可能性もあり、35年前を思い出すこともあるのでしょうか。増田恵子さんと野口五郎さんの熱愛スキャンダルについて、二人には婚約の噂まで流れていたようですが、事務所の圧力は強く破局してしまったようですね。増田恵子さんも野口五郎さんもそれぞれ別の相手と幸せな結婚をされて幸せのようなので良かったですね。最後まで動画をご視聴くださりありがとうございました。